が一番合ってるか考えても、その時々で意味が違うだろう。だからいいんだ、今のこの状態でも時間の流れに身を揺らんでても、そうギュッとしてもそっとしてもなぜか心地いい。本当はみんな欲しがってる優しい空間を、初めて生まれてきた君こそがずっと愛する人なのさ。こんな幸せが生きてるうちにどれだけ巡り会えるのか。が詰まってても、グラスにはまだ残ってるあの日。週末の休みだけが自分の時間じゃない。平凡な日々こそ寄り添っていれる。まだなんだかんだで過ぎ去っても気持ちは戻れる。ジャンプしてもトランプしても伝わってくる。どんな日々でも無駄にはできない。流れ星に願いを、過去に戻る場所があっても未来にしか生きてくる。Thank you.